皆さん、こんにちは。私、県庁鹿児島財振興課の川地と申します。本日は、鹿児島木の家づくりセミナーと題しまして、地元鹿児島で育った木材のこと、その木材で建てる家の魅力などについて紹介させていただきます。それでは、スライドをご覧ください。本日ご参加いただいた家を建てたいと考えている皆様に、 地域の木材、鹿児島材について、鹿児島材を積極的に使って家づくりを行っている鹿児島緑の公務店の取り組みについて、そして鹿児島緑の公務店が建てる鹿児島木の家の魅力について、この3点を知っていただきたい、そんな思いから今回セミナーを企画しました。そしてこのセミナー開催の前には、 鹿児島木の家づくり事例集を作成しており、今回、事例集掲載の発射の中から代表して、深野木組様、伊島重健様、丸田建設様の3者様に、鹿児島緑の公務店の取り組みや、鹿児島木の家の魅力を紹介していただきます。講演の前にまず、私の方から、スライドにある、 1>, 1から4の内容をお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はじめに、鹿児島材の説明からさせていただきます。鹿児島材とは、県内の森林から伐採された原木を、県内の製材工場等において加工した製品のことです。写真の通り、丸1、県内の森林から原木を伐採し、丸2、 伐採された丸太を、丸三製材工場で柱や板に加工することで、丸四製材品、鹿児島材が作られています。そんな鹿児島材を使用して建てられるのが、続いての鹿児島木の家になります。鹿児島木の家とは、鹿児島緑の公務店が県内に住居用として建築する 木造の新築または造改築で、鹿児島材の使用量が10立方以上の住宅を言います。鹿児島木の家では、写真のように、ふんだんに鹿児島材が使用されています。次に、鹿児島緑の工務店について説明します。県では、鹿児島材を積極的に使って、家づくりに取り組む、大工、工務店等を、 鹿児島緑みどりの公務店として登録しています。登録数は現在209社となっております。地域別ではスライド右の地図の通りとなっております。県のホームページで登録公務店の一覧が公開されていますので、ぜひご自身の地域のみどりの公務店を探してみてください。ここからは、鹿児島県の森林の現状と、 地域の木材を使う意義について説明いたします。まず、鹿児島県の森林の現状ですが、本県の森林面積は約59万4000ヘクタールと、県土の65%を森林が占めています。これは、九州で第1位の面積となっています。続いて、森林の資源量を示す森林蓄積ですが、 県内の民有林の森林蓄積は約1.2億竜兵そのうち杉・ヒノキの人工林蓄積が約8800万竜兵そしてその中の96%にあたる約8450万竜兵が木材として利用可能な時期を迎えております蓄積の話をしておりましたが正直 どれほどの量なのか想像がつきません。ですので、住宅に換算すると何等分になるのか計算してみました。1棟あたりの木材使用量を24流米、不泊まりを0.4とすると、鹿児島県には約140万等分の森林蓄積があることになります。鹿児島県で1年間の住宅着工個数が 1> 約1万棟ですので、140年分の住宅を建てることができるほどの森林資源があることになります。それだけ多くの森林資源がある中で、地域の木材を使う意義についてお話ししたいと思います。まずは木材の持つ特徴についてです。一つ目は、調湿作用です。湿度が高い時期には、 空気中の水分を吸収し、湿度が低い時期には放出するため、室内環境の改善効果があります。二つ目は断熱性が高いことです。他の建築資材と比べて熱伝導性が低く、こちらも室内環境の改善や住宅の省エネルギー化に効果があります。三つ目はリラックス効果で、 木材の香りには血圧を低下させるなどの体をリラックスさせたりストレスを軽減させる効果があります。四つ目、五つ目はスライド下の表をご覧ください。こちらは住宅1棟あたりの炭素貯蔵量と材料製造時の炭素放出量になります。炭素貯蔵量につきましては木造が 鉄骨や鉄筋コンクリートより4倍多く炭素放出量は他の資材に比べて3分の1、4分の1となっています。また地域の材を使うことによって他の地域から材料を持ってくるよりも運搬時の CO2 排出量が軽減できます。このように木材を使用することは人にも 環境にも優しい点が多いと分かっていただけたかと思います。しかし、いくら人や環境によく資源も豊富にあるからといって、たくさん使いすぎるといずれなくなってしまうのではないか。それでは環境破壊につながるのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。ですが、木材はエコマテリアルと呼ばれる 再生産可能な循環資源となっております。植える、育てる、切る、使うというサイクルで森林資源を循環利用することにより森林の適切な整備につながり森林の多面的機能が持続的に発揮されます。このサイクルを守れば木材は本当に環境に優しいクリーンな材料と言えます。 クリーンな材料ということは、最近よく耳にする SDGs の達成やカーボンニュートラルの実現にも多く貢献しています。スライドは先ほどの循環利用の図と SDGs の関わりを示しています。SDGs には17の持続可能な開発目標があり、森林の循環利用というのは多かれ少なかれ、 すべての開発目標の達成に関係しています。木材を住宅等に利用することが人にも地球環境にも優しいと分かっていただけたでしょうか私からは鹿児島材の意味から木材の利用の意義まで全体的なお話をさせていただきました。ぜひ皆さん、鹿児島材をふんだんに使用した 鹿児島木の家の建築をお考えください。私からの説明は以上になります。ご清聴ありがとうございました。